柴田です。今回はこちらのギターのレビューになります。このギターはフェルナンデスの RE180C というギターで、現デランジェの滝川一郎さんがクレイズ時代に使用していたシグネチャーモデルになります。クレイズの中でもですね、本当に初期の方に使用していたギターです。クレイズは95年に CD をリリースしておりまして、本当その当時ですね。滝川一郎さんといえばですね、もう本当に私シーバードも多大なる影響を受けたギタリストのお一人でございまして、クレイズはですね、もうライブはどれぐらい行ったかな、もう30回40回ぐらいはですね、クレイズのライブ参戦しております。それぐらいですね、ドハマりしていた私シーバードなんですけれども、まあその中でもですね、やっぱりクレイズ初期のサウンドっていうのはですね、かなり影響を受けております。滝川一郎さんのあの独特のドンシャリ、このギターに PB のキャビネット、まあ、どちらかというと滝川一郎さんのクレイズ時代のモデルというとこちら RE95G ですね。この紫のボディにとんがりヘッドっていうのがもしかしたら皆さん印象強いかもしれないです。まあ、それぐらいですね、このギターはあまり使用期間が長くなかったレアギターになります。まあ、実際にですね、滝川一郎さんモデルのギターを購入するにあたってRE95 も視野には入れていたんですけれども、やっぱりですね、ウッドスペックが断然こっちの RE180 の方がいいと、で結果こちらの方を購入いたしました。ではこのギターのスペックをご紹介させていただきたいと思います。ボディのトップはキルドメイプルになっておりまして、まあ鮮やかな感じの綺麗な木目になっております。そしてバックがなんとホンジュラスマホガニーです。今やワシントン条約でなかなか手に入らないこのホンジュラスマホガニーがボディのバックとネックで使用されております。そして指板は漆黒のエボニー、ご覧ください、黒々としております。このウッドスペックっていうのはやはり魅力的です。そしてピックアップは EMG81 が乗っておりまして、通常のオリジナルだとこちらフロントも EMG81 なんですけれども、このギターは EMG89 に変更しております。ご覧ください、リアの EMG81 は EMG ロゴが白で、でフロントの89は EMG ロゴが赤になっております。 EMG89 の特徴はタップができるんです。タップスイッチがついております。プッシュプルのスイッチですね。実際に滝川一郎さんはクレイズの初期に EMG の81を2つつけていたんですけれども、フロントの方でシングルっぽい音が欲しいということで89に一度乗せ替えております。そしてその後はですね、トーンゾーンとパフ、ディマジオのトーンゾーンとパフになっているので、ピックアップが3回仕様を変更しております。このギターはフロントに89を乗せているので、クレイズ時代の第二形態のギターと呼んでいいんじゃないでしょうか。でこのギターのですね、特徴はレスポールタイプなんですけれども、若干ボディが薄めになっております。まあ、個人的にはですね、かなり持ち心地もいいですし、重量感もかなりフィットするような感じで気に入っているんですけれども、滝川一郎さんはですね、この後に出した RE95G、ボディの厚さを5ミリ増しにしておりますので、まあ、それはそれで何か理由があったのかなというふうな感じですね。でペグはですね、5等のものがついております。ブラックパーツですね。ブリッジゲーもブラックになっております。でロッドカバーご覧いただきましょう。滝川一郎とネーム入りになっております。というふうな感じで、ウッドスペックから仕様から非常に気に入っているこの RE180C なんですけれども、ちょっとさっきからこちら気になっていたかもしれないです。そう、私シーバードはですね、滝川一郎熱があまりにも上がりすぎましてですね、なんと同じものをもう一本購入してしまいました。じゃじゃんという風な感じで、こっちの方はいじっていないので EMG81 がフロントもリアも乗っております。まあ、正直ですね、そのピックアップの違い以外は何も大きな違いはありません。
一個ね、違いを見つけたんですけれども、ロッドカバー。こちらネーム入りで3点止めになっているんですけれども、ネジ穴を見ていると2点止めになってますね。違いといえばこの程度でした。まあ、なぜね、またもう一本同じものを購入したかと言いますと、いやもちろんですね、RE95G。で、どっちかっていうと、そっち買おうかなと思ってたんですけれども、やはりですね、先ほどお伝えしたウッドスペック。このギターのウッドスペックにですね、やはり惚れ込んでしまいまして、キルトメイプルとホンジュラスマホガニ。これですね、やっぱり決め手はここでした。まあ、実際にですね、90年代のギターが若干ジャパンヴィンテージ扱いをされつつあるという傾向に今ありまして、特に本マホを使用したギターとかは、今後高騰していくことが予想されます。最近はですね、SNS で情報が動くのが早いじゃないですか。なので、いきなりエフェクターがドカーンと値上がりしたりとか、そういったことが実際に起きてるんです。まあ、そういう中で90年代のウッドスペックのいいギターっていうのは、今後高騰の恐れがあるので、今のうちに購入しておこうというところで買ったっていう理由もあります。というふうな感じでですね、今回はこちらの EMG81 と89が載っているギターの方で音出しをしていきたいと思います。ぜひですね、EMG89 のタップ、この音をお聞きいただきたいなと思います。
We'll be right back.